ミーユ。いくら希望を見出しても地球の重力に魂を惹かれた者たちのエゴに押しつぶされ、結局はこんな悲しみだけが繰り返されていく。ならば一昔前の人々は9世紀のロケットの G に耐えながら空に上がった。彼らは空にこそ希望の大地があると信じた。自分たちを空へ追いやった地球のエリートたちを憎むことより、その方がよほど建設的だと考えたのだ。地球の重力を振り切った時、人は新たなセンスを身につけた。それがニュータイプへの開花へとつながった。そういう意味では確かに空に希望はあったのだ。よくわかる話です。僕もその希望を見つけます。ジークジオン。ジーク